今日はラテアートブレンドのサンプル豆のエイジング3週間目のものを検証していきたいと思います。興味がある方はぜひお付き合いください。皆さんこんにちは。第一電化社専属バリスタの白石です。皆さんこんにちは。ちょっと今日私はカメラに映っておりませんが、今カメラマンで撮影しています。専属バリスタの上松です。よろしくお願いします。今日ラテアートブレンドの、プロジェクトが進んでいるということで、これあれですよね、1週間前にも動画撮ったやつの続きですよね。先週は、エイジングそれぞれのサンプル豆、エイジング2週間の段階でいろいろ検証してみたんですけれども、まだまだもう少し寝かせた方がいいのかなっていうふうに先週なったので。そうですよね、エイジング2週間のもので検証した日からちょうど1週間経って、でそれぞれエイジングが3週間になったので、またちょっと改めて今日検証してみようということで。なるほど、なんかさっきちょっとテストで入れてみたら2週間目と全然違う結果が出てたみたいな感じですよね。かなりガラッと変わっていましたね。先週はもう書きやすさでいくと、エチオピアでコロンビアとグアテマラブラジルの順番で書きやすかったんですけど、ちょっとさっきテストでやってみたら、ちょっとまた結果といいますか、書きやすさがまたガラッと変わってきてたので、じゃあ2週間目の時の動画と言ってることが180度変わってる可能性があるんですね。もしかしたらあるかもしれないですね。じゃあこれ最終的にラテアートブレンド完成した時にどれぐらいのタイミングで一番エイジングがベストかっていうのも、多分これでいろいろ説明しやすくなるんじゃないかと思ってるので、ちょっとじゃあとりあえず今日あれですよね、もうこのグラインダーに4種類全部入れて、ちょっとその、グラインダーも刃が全部同じ口径の刃ではないので、光り方はちょっと全て同じじゃないかもってことですね。そうですね、落ちる時間であったりとかどうするよっていうのも全部一緒に一応設定はしているので。あ、なるほど、そこはもう全部じゃあ合わせてるってことですね。なるほど、じゃあ同じですよね、今度。ではやっていきましょうか。早速やっていきたいと思います。そしたらまずはどこの豆から、そしたら先週一番書きやすかったということで、エチオピアのアフリカのエチオピアの豆から、はい、エチオピアからですね。はい、じゃあこれエチオピアでの、エチオピアで描いていきたいと思います。3週間目ということで、これなんか前回とパッと見の比較でもかなりなんか絵柄がこううまく伸びてるって言ったらあれですけど、どうですかこれは。この広がりは先週と同様で、描きやすいっていうのは、あります。先週もエチオピア一番描きやすかったと思うんですけど、そこは今のところあんまり変わらずな。現状としては、体感なんですけども変わらないのかな。変わらない、なるほど。じゃああんまりエチオピアは2週間目と3週間目で描きやすさには変化はなかったそこまで、ね、変わらないですね。では、コロンビアの3週間目の、エイジングですね。では今、コロンビアの3週間目のエイジングの、ラテアートですね、これどうですか。ちょっと私の、2週間目の動画の時もうちょっとなんか綺麗だったような、そうですね、気がするんですけど、なのでこれ僕も今ちょっと先週のイメージのままで描いていったら、ちょっとこういう結果になってしまったんですけど。そうです。ちなみにこれ裏話なんですけど、実は今テイク2なんですよ、これこれ実は今テイク2で1回もう1回先に描いたんですけど、やっぱりこれ思い描くように描けなかったですね。そうです、今まで例えば1個前にやったエチオピアとか、そういったようなイメージ、フォームを滑らせるようなイメージで描いていっても、なかなかクレマがちょっと固まる。なるほど、固まって広がりづらくなるってことですよね。あとはそのミルクが結構にじむっていうような感じが見受けられるの で、コロンビアはもしかしたら、エイジングが先週2週間目の方がちょっとまだ描きやすかったかな。なるほど、なんか珍しいパターンが、そうですね、普通の常識で考えればエイジングはある程度立った方がいいかもしれないです。コロンビアに関しては、逆にそうですね、一概には言えないんですけれども、先週の方が
まあ、これに関しては書きやすかった。書きやすかったということですね、はい、なるほど、わかりました。はい、はいはい、では、はい、グアテマラ語、グアテマラですね、はい、3週間目の英語、はい、ではグアテマラで3週間エイジングをかけて描いたラテアートです、はい、これ綺麗じゃないですか、2週間目に比べると。これ今一発撮りです、ちなみに。そうなんです、一発撮りでさらっと描いたんですけど、はい、グアテマラ、そうですね、まあ、先週と比較するとすれば、やや、まあ、フォームが広がりやすいという印象でした、まあ、ただそのフォームが広がりやすいってなると、まあ、コントロールがしづらいんですけれども、まあ、ある程度思うように、まあ、自分でイメージしているように広がってくれるので、すごく描きやすいという印象に、まあ、1週間経ったことによって、まあ、なったのかなというふうに思っています。なので2週間目の、まあ、先週描いたよりかは断然、そうですね、描き心地は良くなったってことですね。ガテマラはかなり良くなった。なるほどなるほど、分かりました、はい、もうさっきのコロンビアは逆だったので、逆でしたね、いやこれちょっとなんかすごい意外というか、そうです、ね、私もこんなの初めて、ちょっと意外だったなっていうのはある。なるほどなるほど、はい、分かりました。じゃあちょっとこの調子で次のブラジルも最後ですよね、はい、ブラジルがどうなってるかってことです ね、先週書きづらかったなっていうところでちょっと見ていきたいと思います。はい、はい、ではブラジルですね。はい、ではこれがブラジルエイジング3週間目ということで、はい、これも2週間目に比べるとだいぶ良くなった気がしますね。そうですね、2週間目は割 と、まあ、ちょっとまだ硬いような印象があったんで、まあ、ちょっとそれを意識して描いたら、まあ、こんな感じちょっと逆にこの流れ過ぎてしまったんですけど、はい、ということも、ということは、3週間1週間エイジングが開けることによってよりやっぱ描きやすくなっている、グアテマラと同様にかなり描きやすくなっている印象があります。なるほど、はい、まあ、じゃあこれ今描き心地で考えるとエチオピアはあんまり変わらなくて、変わらなくて、でグアテマラとブラジルがかなり描きやすくなって、逆に描きやすくなったの で、で逆に先週2番目に描きやすかったコロンビアが、まあ、今日だけ見ると、まあ、一番ちょっと描きづらい方向に来ちゃったっていうことですよね、はい、なるほどなるほど。あと今回の商品といいますかラテアートブレンド、もし完成したときはおそらく、まあ、エイジング3週間目で飲んでもらうことが、これはおすすめな感じになってきますかね。そうです、はいはい、なので、まあ、その3週間目でどういう味わいにしていくかっていうところを、はい、まあ、今からやっていこうと思います、はい、じゃあここからまあ味に関して検証していくっていうことなんですけど、はい、これどういう感じで検証していきましょうか。今までは、まあ、書きやすさを重点でちょっと見てきたので、これからはそれぞれまたエスプレッソを抽出してダブルショットで抽出して、それぞれをカプチーノとアメリカーノにして、でそれぞれにした時の味わいっていうものをちょっと見ていこうかなと思います。あ、なるほど。じゃあ、ミルクを入れた時じゃなくてただ、まあ、ブラックコーヒーとして飲んだ時、まあ、エスプレッソをお湯で伸ばすと非常に味って分かりやすくなってきますので、はいはい、まあ、それを見ていくっていう感じですね、はい、分かりました、まあ、じゃあこれもやっていきましょうかね、はいはい、もうこれからもう一気に、合計8杯ですね、ちょっと作って後で全てまとめて味を見ていくという感じですね。はい、味を見ていきたいと思うので、はい、分かりました、はい、はい、じゃあ今ちょっと4種類全部抽出終わったということで、はいはい、ちょうど今山の目焙煎所の代表焙煎士滑川さんに、電話がつながっておりますので、ここからよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと滑川さんに相談をしながら、いよいよまあ最終判断といいますか、はい、何を混ぜるか決めていこうということで、まあ、今これ、私も実は4種類全部飲みました、はい、で白石も今、飲みまして、飲みました、はいはい、である程度のちょっと今方向性が自分たちの中では出来上がってきてるということで、はい、まあ、今飲んだ感じだとブラジルとエチオピアが良かった。そうですね、まあ、結果からお話しすると、まあ、アメリカーノにした段階でエチオピアがやっぱり一番美味しい、まあ、フレーバーが一番しっかり感じられたので美味しくて、で、まあ、ブラジルもやっぱりすごくバランスがいいので、ちょっとまあナッツのような風味が香ばしさもあるので、まあ、アメリカーノにしてもかなり風味としては
美味しいのかなという。なるほど、はい、ということは、まあブラジルとエチオピアでブレンドにしていこうかっていう。そうです、方向性としては、はい、はい、ということなんですけども、波川さん、これはいかがでしょうか。うん、通常ブレンドを作る時もブラジルはベースになりやすいですし、エチオピアはやっぱり華やかな感じを出しやすいので、まあ、その2つのブレンドっていうのはすごくいいんじゃないでしょうかね。はい、そのなんか2種類だけでバランスっていうのは取れそうですか。味のバランスといいますか。味のバランスはそうですね、僕の中ではちょっとイメージがあるので、それをまあ何パターンか、どっちがいいのかっていうのを、その何パーセント何十パーセントずつがいいのかっていうのをちょっと試せば、味わいは決定できるんじゃないかなというのは思ってます。まあ、なんかこれごめんなさい、私がさっき飲んだ時のイメージなんですけど、ブラジルはすごくお菓子でいうとウエハースみたいな味がするんですよね。ビター感も、まあ、香ばしさもあるけど、でもすごくこれ2週間目飲んだ時に比べてもより甘さが出てる気がしてて、本当にこうウエハースみたいな味がするので、まあ、そこにエチオピアの、まあ、フルーティーさが入ることでなんかこう生まれるんじゃないかなっていうのは、これは私もさっき飲んで思いました。はいはい、で、まあ、あとはだからどれぐらいの割合でこれ混ぜるかっていうところですよね。はい、これどれぐらいの割合がいいですかね、混ぜるとしたら。そうですね、ちょっとやってみたいのは、ブラジル 70% でエチオピア 30%。 なるほど、まあ、じゃあ結構ブラジルが多めっていうことですよね。やっぱり甘さが主体であってほしいなと思っていて、でそれをこうやっぱり華や、なんだろう、こう華やかさであったり少し酸味出てくることで、より複雑なブラジルをベースにの複雑さっていうのを出してあげられるブレンドになればいいかなっていうのを今イメージしているので、まあそれ、まあ 70% と 30%、 あとはもっとエチオピアが少なくても、華やかさが出てくるんだったら 10% ずつ変えて、ブラジルを 80%、 エチオピア 20% でどうかなっていうのはちょっと思ってます。なるほど、まあ、じゃあちょっとまた何パターンか焼いていただいて、まあ、もうこれでじゃあ最終的には出来上がりっていう方向で。そうですね、これは大丈夫ですか。まあ、もう今回もちろんプロジェクトリーダー白石ですので、はい、まあ、そこは、はい、白石に判断を委ねたいと思いますが。そうですね、まあ、私が、まあ、私が感じていた、まあ、描きやすさとかもまあ含めて、やっぱりそのさっきお話してたブラジルとエチオピアのブレンドが一番描きやすそうだなっていうのもあるんで、まあ、ただその味わいの部分で、まあ、どのバランスが一番いいのかっていう部分は、まあ、実際に焼いてもらって、まあ、作ってみてじゃないと多分わからないと思うので、またちょっと実際また何パターンか焼いてもらおうかなとは思います。はい、はい、ということで波川さん、またよろしくお願いします。こういう感じで大丈夫でしょうか。はい、はい、じゃあちょっとまた次、もう多分本当に次は最終的な完成品のバッチだと思うので、まあ、ちょっとそれ最後またいただいて、はい、最後、まあ、完成報告ではないですけども最後の動画を作りたいと思います。はい、それでは波川さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、まあ、じゃあ今回の動画はもうこれぐらいで締めますか。はい、はいはい、またブレンドが最終ですね完成したらまた動画を作成したいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。